ロンドンのトリニティハウス、トリニティハウス、正式には、ザ・マスター・ウォーデンズ・アンド・アシステンツ、オブ・ザ・ギルド・フラタニティ・オア・アブ・ラザー・フット・オブ・ザ・モースト、クロリアス・アンド・アンディバイデド・トリニティ・アンド・オブ・ストリート、クレメント・イン・ザ・パリッシュ・オブ・デッド・フォード・ストロンド、イン・ザ・カウンティ・オブ・ケントは、英国王室認可統治下の民間企業である。この機関は、以下3つの重要な役割を兼任している。 イギリス公式の東大管理機関で、イングランド、ウェールズ、チャネル諸島、ジブラルタルの東大、東大船、V、海上ラジオ、衛星通信システムなどの広報援助の提供及び保守を担当する公共機関北ヨーロッパ海域で、ナビゲーターの専門家である水船人に免許を発行し船に提供する海洋水船人の協会引退した船員の福祉。 若い士官候補生の訓練や会場での安全性の推進に助成する会場の慈善団体東大サービスを提供するための資金は船舶の登録されたトン数に基づいてイギリス諸島に寄港する商業船舶に課せられる灯台税から調達されているこの税は運輸省によって毎年設定されている慈善団体として運用される資金はそれとは別に調達されている 現在は、アン王女が、マスター・オブ・ザ・コーポレーションである。前マスター・オブ・ザ・コーポレーションには、サミュエル・ピープス、ショー・ピット、アーサー・ウェルズリー、ウィリアム・ペンがいる。多くは、英国内の著名な個人で、トリニティ・ハウスと関連がある海運業か、イギリス海軍につながりを持つ人物がなる。この中には、 ウィンストン・チャーチルも含まれ、第二次世界大戦中は海軍の影響が大きくなり、チャーチルはトリニティハウスの聖望と征服を着込むこともあった。また彼の名にちなんで名付けられたトリニティハウス戦 THV ウィンストン・チャーチルも持っていた。ヘンリー・パッセイの直挙によって1514年に、ザ・マスター・ウォーデンズ・アンド・アシステンツ、オブ・ザ・ギルド・フラタニティ・オア・ブ・ラザ・ー・フット・オブ・ザ・モースと、 クロリアスアン,ドアンディバイデドトリニティオブストリート、クレメント・イン・ザ・パリッシュ・オブ・デッドフォード・ストロンド、イン・ザ・カウンティ・オブ・ケントは設立された。組合の名前の由来は、ケント州、デプトフォード・ストランド行政教区の船乗りが組合を作る許可を求めたことと、その行政教区の船乗りの守護性人生クレメントと、ホーリー・トリニティから来ている。初代支配人は、トーマス・スパート。 トリニティハウスの小戦機トリニティハウスの小戦機は、レッドエンサインで、セイゲオレギウス十字の白い四角にほ舟である。またマスター・オブ・ザ・コーポレーションと、副マスターは互いに、別々の旗を持つ。英国、公的機関改革の最近の動向。内閣官房。2020年7月2日閲覧。ありがとうございます。